ハロー・ジャドゥは2011年から2016年まで3シーズンに分けて韓国 SBS で放送されたテレビアニメである。原作は漫画家イ・ビンが手掛けた1997年発表の同名の漫画で物語の背景は漫画家の幼少期の記憶をもとにしたフィクションで1978年から1980年代ソウル市の黒い動画舞台である。 全4シーズンに分かれており、第1シーズンは2011年7月18日から2011年12月13日、2012年5月23日から2012年8月8日、第2シーズンは2012年9月19日から2013年4月26日、第3シーズンは2015年11月9日から2016年2月1日。 第4シーズンは2018年とそれぞれ放映されており、その後も台湾や香港などでも放映された。2016年5月4日には劇場版も公開された。2020年に小説版のジャドゥの引き帳がアニメーションで公開された。非公式の家系図の写真私の名前は てジャドゥ vs 父さん vs 母さんジャドが好き私は泥棒なの女の子ってすごい母さんの謝り好きと言ったら好き私のプライベートを守って姉妹戦争母がいない日ジャド夫の家へ行く一緒に踊ろうジャドとひよこ母さんとジャドの対決天国歌合戦私の友達ゼミ父さん災難に会うみんなで補修恐怖特集良いことは難しい綺麗になりたいジャドチュニャンになる ゲーム中毒母さんがいないバレンタインのチョコは誰にあげる兄ちゃんが欲しいゴールドレンジャー三角関係悲しい目で見ないでおばあちゃんは怖い耳の春ゴールドレンジャーじゃどクリスマスの大騒ぎ可愛い子を探せ先生が戻ってくるよ奇妙な物語最高のプレゼント汚いものは嫌だ母さんさよなら見つけた私はファッションスター機の運動会じゃどチュニャンデン 人助け昔馴染みの傘の歌君は僕に夢中、カステラの対面お小遣いバカにしないで、こんにちはドゥドゥのルンジ悲劇の秋の遠足、私たちは父さんが欲しいご憂鬱な5月、見えた見えない母さんはエイリアに友情を壊す。人上には上がある。ああ夏休み貧乏よ、さらば赤ちゃんのクリスマスドクタージャドゥの誕生、ジャドゥの夢父さん頑張れ気遣いが、大切精霊屋さん。ジャズは、 預言者守護天使母さんは大工さんや秋は民事を悲しませる。クリスマスの悪夢じゃどの日記ゴミを放置する。奴を捕まえろ幸運の手紙反抗しないで、強い子を探せ私たちの秘密放線かで詰め染めるのって難しい。キャビンアテンダント民事結婚記念日騒動。楽しいキャンプもしかして、初恋かも、オーマイスイートホームインフルエンザ予防接種目の、 感染注意報牛乳が嫌い好き嫌いを、なくす練習。友達の家はどこ大王バナナの秘密倒産のプレゼント代、4の子供メガネが欲しい健康のために、これがまさに味わいウニの誕生日もっと、かっこよくなりたいソロク救急隊母さん、踊り狂うミスリトルコリア食べ放題戦争、昆虫最終台風と金の引き換える、楽しい家庭正義の名のために、いたずら王国帰る騒動。 靴のない子供、ブレッドジャドゥ、オーマイ・アイ・キュー・が好き、マジックはおかしい遊園地での出来事、私の部屋が欲しいミケラン・ジャドゥ、スーパースター・母さんの話を聞いたら、寝ちゃってお雑煮を食べちゃう、私もガール・スカウト人気投票、母さんはシェフ美しい時、父さんタバコをやめて、お天場買いならし話、クリスマスは、友達と過ごしたい、ヌルンジの話、私の未来の新郎は誰 突然にヒーロー、突然にヒーロー、突然にヒーロージャドゥの階段私の夢は、コメディエイヌ、ウサイン・ボルト用に、ラブストーリー、なんともう羨ましい女の子、ワーキングマザーのナニャンさん、さらに愛は動くの私たちの願いは統一、パン味は、私の友達。ジュックに行かせてください。父のドリームカー男の季節、上靴騒ぎ耳の姉ジャドゥ、大人になりたいです血液型騒動。 恐怖の列車の旅母方のおじの高婚。ちょっとやそっとでは彼らを止められないよ。ダイエットが必要だよ。子2回じゃず探偵団。帰ったズドゥドゥチバンド。ありがとうございます。